よくぞ参った。旅立ちの時を迎えたユーカ、わしはエディアール。かつて英雄を目指し冒険に旅立つも、ゆえあってこの地の錬金術により人々の生活は大きく変わった。成人を迎えた者は皆冒険の旅に出る。剣を取るがよい。英雄サンシード以来この地英雄の剣使いこなせるかな。使い方はわかるな。スキルは使うと消耗するのじゃ。スキルは後で補充されるが、光るスキルは敵の弱点属性。大敵は弱い者から倒すという。青いゲルミを変更したら光っているスキルで攻撃じゃ。その調子で最後のオークに挑むのじゃ。そうじゃ、この調子じゃ。錬金により作られし、神羅を断つと言われる剣じゃ。使いこなせば、その程度の小物では戯れ。ならば、これでどうじゃ。わしを倒せんようでは、英雄など夢のまた夢。わしの攻撃をガードしてみよう。わしの攻撃を無事ガードしたようだな。ではガードと攻撃を使い、わしを倒してこそ一人前。その調子で攻撃してこい。わしを倒してこそ一人前。この調子見事じゃ。主ならば墓標の下に眠りし先人たちが目指した、え、この剣で新たな伝説を刻むのだ。いやよい、英雄にならずともよい。そしてどうか忘れぬように、この地を知る者がいなくなるとき、それが生きることこそが宝。生きるためにこそ剣はある。もしもーし、死んでますか？死んでたら返事をしてください。うわ、生きてた。ん？死んでたら返事できないって？そう、だから死んでるって聞かれるとつい生きか。君がなんで倒れてたのかわかんないけど、元気出しなよ。
元気が出たらもらった。あっちで大事なパートナーが戦ってるみたいだよ。じゃあね、バイバイ。目を開けて。おお、倒れたやつに気を取られてたら今度はお前がやられるぞ。今は魔物を倒すことに専念するんだ。そいつを倒せるだけの力があれば。魔物が来る。僕が守らなきゃ。やっていたはずなのに、どうして？そう、あいつを倒せば僕たちは二人なら負けない。魔物を倒すよ。こっちへ来る。大丈夫。じゃあやるよ。手を出して。何って一緒に旅をする者同士の力。ほら来た。覚悟はいい？二人の気持ちをぴったり合わせるんだ。いや、なんでもないよ。一時はどうなるかと思ったけど。よくやった。お前らには旅立ちの資格が国王陛下により与えられるだろう。他の冒険者たちはすでに目標の魔物を倒し、試練を皆洞窟の入り口で待っている。早く向かうんだ。はい。状況がわからない？忘れちゃった。冒険に出るために王様からもらった試練、その魔物がさっきのあいつね。君はとっさに僕をかばって強打をもろに食らってしまったんだ。ん？夢の中で女の子に助けられた？ああ、そうそう、うまく決まったね、コンボ。あれだけ鮮やかに決めるのは難しいけど、君とならどんな強敵とだって戦える。やっぱり君は
いたいた、こんなところにいたのね。ようやく目標を倒したんだね。ずいぶん手こずってたみたいだけど、私？先輩冒険者としてちょっとあなたたちが心配になったから。ま、ともかく無事みたいだから、また二人だけの時間お邪魔してごめんね。皆の者よくやった。今回は一人も命を落とさず、洞窟よりそれまでしばし時間がある。休息を取るがいい。以上、解散。すごいやつを倒したのね。でもあれぐらいのやつ、もっと簡単に相手できないと冒険者。心配かけてごめんなさい。よかった、ライバルがちゃんと冒険者の試練を通過できて。ライバル？そう、あなたたちとは前世からの因縁を感じる。生まれ変わっても断ち切れないなんてね。そんな気がするだけ。でも冒険者ってさ、そういう。私は酒場ででも過ごそうかな。ごゆっくりって言われても。あとで一杯付き合いなよ。酒場で待ってるからさ。楽しんできたかい？ふーん。ともかく中に入って試練突破の乾杯をしよっか。あ、そうだ、さっき洞窟で拾ったんだけど。何を？洞窟わらび。合成して調理すればいいお酒。渡されても合成の仕方がわからないよ。私のレシピもあげる。やってみてよ。どう？できる？
やった、野草マリネができたね。それじゃあこれを魚に乾杯し、人もいたけどね。え？大丈夫大丈夫、もうピ。でも魔物と戦うなんて、二人ももうすっかり冒険者なんだね。倒した魔物はかなりの大物だったよ。私がその場で二人をライバルと認めるほ。成人したら誰もが冒険者として旅立つ。それが世の習いなんだよね。生きていくためにみんな武器を持って故郷を後にする。私もいつかそんな日が来るのかな。そうね、そんな遠い日のことじゃないかもね。それまではしばらくここで働いて旅立ちのお金を貯めるんだ。だから時々はここに帰ってきて旅…オッケー。もちろん話のお礼におごってくれたりはするんでしょうね。もちろん。本当に？冗談だったのにラッキー。よし、今日は旅立ちを祝って飲むぞ。もう一杯、もう一杯だけだから乾杯。世界が私に与えた試練に、エナさん、飲みすぎでは。冒険ってのはね、ライバルがいた方が燃える、わかる？負けんぞーっていうね。はあ、あなたたちとね、熱い競り合いがしたいの、高め合うのね。エナさん酒癖悪くて、いつも仲間が欲しいって。違う、私は宿命のライバルを探してんだから、仲間じゃなくてライバル、分かった？いよいよ旅立ちだね。僕は全力で君のことを支えるよ。冒険は戦うだけが全てじゃない。何ができて何ができないか、ここへよく来る冒険者さんがそんなことを言ってたな。でもくれぐれも気をつけてね。しばらく会えないってなると